こんにちは、ササイアンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日はすいません、この動画最初から最後までただただ笑って突っ込むだけの内容になっておりますので、あんまりね真剣に見られちゃうと困るんですけれども、話の前半はですね、立憲の石垣のり子議員が菅野保とね、不倫熱愛していたあの件で、なんとなんと国会内にある石垣事務所の中でですね、2人でここだけの話違法な恋をやっておりましたと。なんかね、やってるというとね、トイレで一世を風靡した渡辺謙みたく聞こえますけどもね、まあどうなるかお楽しみということで、そして後半はですね、テレ朝のスーパー社員玉川徹氏がオリンピックで完全にダブスタをやっていたことが判明いたしましたので、その証拠映像に対して僕がコント仕立てで突っ込んでいきますので、一緒に笑っていただければ幸いでございます。僕の喋りを聞いて目のつけたところがいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、まずは石垣議員と菅野保の話からいきましょうか。週刊女性プライムより見出しがですね、立憲石垣のり子議員に新たな問題が、国会事務所違法な私的利用疑惑ということで、本文抜粋して読んでいきましょう。過去に元秘書と不倫関係にあったことが発覚した立憲民主党の石垣のり子参院議員にさらなる疑惑が発覚した。議員会館にある石垣さんの事務所が私的な目的で使われていたかもしれないんです。石垣議員の元支援者 A さんが事情を打ち明ける。石垣さんの当選後、公設第一秘書の B さんから2枚の名刺をもらったんです。1枚は秘書としての名刺、そしてもう1枚は菅野さんが発行する月刊雑誌ゲゼルシャフトの名刺でした。秘書の B さんは菅野さんの雑誌の仕事も兼職していたようです。何これ、石垣さんの秘書は石垣さんに使えるだけではなくて、菅野保にも使えていたということなんでしょうかね。いやー、すごい話だな。これはもう石垣事務所が主従関係逆転したかもしれないという、そういうお話になってきますよね。菅野氏が右といえば石垣も右、菅野氏が左といえば石垣も左という感じでね。で、挙句の果てに俺の雑誌の編集を菅野が手伝いというもんだから、それに困った石垣議員がですね、秘書に命じて私の彼氏の編集を手伝ってくれないかしらと、そんな雰囲気だったんでしょうかね。いやー、昔米山隆一大先生が中年男がのぼせてしまったなんてね、発言がありましたけども、石垣さんの場合は中年女が中年男にのぼせてしまったと、そういった感じなんでしょうかね。いやー、実に羨ましい限りでございますよ。はい、それでその編集部の名称をよく見てみると、下の方に石垣さんの国会事務所の名前が書かれていて、事務所の電話番号まで記載されていたんです。確かに A さんが受け取ったゲゼルシャフトの名刺を見ると、港区にある編集部の住所の下に国会事務所かっこ石垣のり子事務所内と記載がある。またそんなことがあるかいなと。さすがに人様に配る名刺の住所に国会事務所石垣のり子事務所内なんて、そんなことを書くはずが、あ、ほんまや。国会法132条の2では、議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供すると明記されています。また、参院議員宣令録564では、各種団体の事務所、または新聞雑誌の発行等、他の目的に使用することはできないとあります。つまり、議員会館の事務所を議員としての職務以外に使ってはいけないのだ。これについて石垣事務所に事情を問い合わせると、お尋ねの名刺や雑誌の制作に石垣は全く関与していません。名刺は兼業届を出した秘書が独自の判断で作成した名刺だと報告を受けています。菅野氏にも問い合わせると、雑誌の住所地に編集場所として議員事務所を使用していた実態は全くない。一部石垣事務所の電話番号を記載していた名刺の存在も確認しているが、これは兼職届を出して石垣事務所に勤めていた者が利便性の観点から作成したもので、数枚配布した段階で破棄していると国会事務所の使用を否定。往生際が悪いとはこのことですよ。名刺の住所に国会内というふうに書いておけば、自分の仕事にも箔がつくのでね、こうやってね、名刺を渡した時に、あれ、国会内にもこんなオフィスがあるのかと、そんな風に思われるので、だからそんな名刺をね、作って配ったんだろうと思いますけども、でもこれじゃまるでね、他人のふんどしで相撲を取る男、公私混同じゃないですか。そしてまだまだ続きますよ、証拠品は。しかし菅野氏に私的な目的で石垣議員の国会事務所を使用していたのは事実だった。前例の A さんによると、菅野さんの雑誌の定期購読料は月額4500円ほど。へえ、高いね。日本経済新聞の月額購読料と同額という触れ込みです。
これに菅野さんと交流できるサロンへの参加券もセットでついてきます。で、このサロンでは定期購読者向けに動画配信をしているのですが、その配信を石垣事務所内で行っていたんです。過去の動画を確認すると、確かに国会事務所内で撮影されたものが複数確認された。さらに中には石垣さんが出演しているものもありましたよ。例えば2020年4月30日のサロン会員向けのライブ配信では事務所内で2人が共演していました。またそんなことがあるかいなと。さすがに自分のサロン向けの動画を国会内の石垣のりこ事務所の中で撮影するなんて、そんなバカなことが、あ、ほんまや。しかも日付がね、4月30日19時ってほんまですやん。で、さらに菅野氏の元支援者 C さんによると、石垣議員が菅野さんと動画などで共演するのは珍しいことではありません。過去には購読料とは別に参加費を取る菅野さんのサロンの集まりに石垣議員をゲストで呼んで国会報告をしていたほどです。石垣議員は秘書である菅野氏のビジネスを様々な面で手助けしていたわけだ。いやー、石垣さんすごいですね。とさっきも言いましたが、完全に主従関係が逆転していますよね。秘書の菅野保つに国会議員がいいようにこき使われてるっていう感じがしますよ。なんかもうね、この関係性を見てるだけであっちの方のプレイの内容まで想像できちゃうのはね、僕が変態だからでしょうか。はい、それで、ちなみに菅野氏の雑誌は月刊雑誌にもかかわらず昨年から未刊行状態にあるという。元購読者の D さんによると、毎月雑誌の購読料を振り込んでいましたが、月刊雑誌とは名ばかりで刊行は不定期でした。これまで39回振り込みをしましたが、実際に雑誌が出たのは9回だけ。かれこれ1年以上雑誌は出ていません。それで返金の申し出をしたのですが、拒否されてしまいました。早く気づけよってことなんですけども、毎月刊行される約束の雑誌が出版されていないにもかかわらず返金にも応じてくれない。 D さんの損害額は30冊分で13万円以上に及ぶ。なぜ返金に応じないのかというと、菅野さん側からは、サロンは初回より毎月欠かさず続いており、それを含んだサービス契約、購読料は贈与のようなものと捉えているとの返答がありましてね、D さんの返金要求に菅野氏は一切応じる気配はないようだ。なんすかこれ。購読料は贈与のようなもの。それだったら僕もね、雑誌発行しましょうかね。月刊笹団子とかね。で、購読料でクレームが入ったらね、それは贈与みたいなものなんでね、お返しはいたしませんみたいなね、そんな風な感じでね。すごいよね、この雑誌ね。で、あまりにも対応がひどいので、今年3月に返金を求めて訴訟を起こしました。返金しないことについてちゃんとした説明をしてほしい。同様の理由で多くの読者が不満を抱いていたようで、今年の7月には複数の元読者らが協力し、集団訴訟を起こす予定だという。国会事務所の指摘利用は明らかなルール違反だ。石垣議員は国会議員としての自覚を持って行動してほしい。おしまい。ということで、この記事長文なので、ところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要欄の URL からどうぞと。さあ、しかし、これ、石垣議員は、菅野保つとまんまとはめちゃって、あ、口が滑ってごめんなさい。まんまとはめられてしまいましてですね、最終的にはサロンだとかね、雑誌の広告等までやらされていたっていう感がありますよね。だからこれ、状況次第では、菅野氏がその詐欺罪かなんかで捕まったとするとね、これ、石垣議員もその詐欺に加担したということになっちゃうので、これ結構ね、やばい案件になってきそうな気がします。それと、僕が個人的にちょっと引っかかったのはですね、菅野保つのこの雑誌の名前、月刊誌ゲゼルシャフトって言うんですけども、このゲゼルシャフトって何なんだろうと思って、その語源をググってみたらですね、ゲゼルシャフトとは、ドイツの社会学者、テンニースが設定した社会類型の一つ。人間がある特定の目的や利害を達成するための作為的に形成した集団ということで、なるほど、確かにですね、この言葉のね、主語を菅野保つに変えていけばですね、菅野保つがある特定の目的や利害を達成するために作為的に形成した集団、つまりサロンと定義していけばですね、このゲゼルシャフトの名に恥じない行動だとは思うんですよね。あいつの勝手気ままなね。あと何でしょうかね、最近この政治家よりも政治評論家みたいな連中の方がですね、金遣いが荒くて女癖が悪くてしっちゃかめっちゃかやってるような気がしますよね。菅野保つもそうですし、あとね、N 国党のね、元 N 国党の幹部の上杉なんとかさんとかね、ああいう政治系の破天荒キャラの方が女にモテるんでしょうかね。そんな美味しい思いができるんだったらね、笹山も始めようかしらと、ちょっと政治の話をしてね、なんか政治の裏話を知ってるような素振りをして、で、メガネしてスーツでも着てればね、これでモテちゃうわけでしょ。今ね、自分で自分のことをディスってるんですけども。
危ない危ない。皆さんも笹谷みたいなね、左旋回系の知ったか政治系野郎はね、気をつけてくださいね、十分ね。何でしょうか、立憲の石垣を攻めてるはずがね、最終的に自虐ネタになってしまいましたね。なんだかよくわからない感じなんですけども、そして続いての話題はですね、テレビ朝日のスーパー社員ね、玉川徹さんがまたも羽鳥慎一モーニングショーで辻褄が合わないことを主張しておりまして、今日6月15日の放送で玉川氏はオリンピックは有観客でやって、それ以外のところではみんな家でテレビで見ていろという話はおかしいという指摘が出ていますよね。確かにそう感じますよね。やっぱりオリンピックだけは無罪なのかという感じになっちゃいますよね、とコメントしておりましたが、あの玉川さんね、あんたそんなこと言って本当に大丈夫でしょうかと。昨日僕が出した動画で元プロレスラーの高田信彦がですね、オリンピック中止を求めながら日曜夜のライジンという格闘技のね、あのテレビ中継の中でお客さんガンガン入れたリングの上に立ってね、いつもの気合で出てこいやっていうのをやっちゃってね、オリンピックはダメなのに自分のお財布が潤うライジンでは OK なんでしょうかと。そんな感じでダブスタで今ね、昨日から今日にかけてもう SNS で大炎上しておりますけれども、今の玉川徹氏はダブスタの高田信彦と同じ匂いがプンプンプンとしているんですよ。それじゃあ早速オリンピックがね嫌いで中止したい玉川さんに、今から僕がサッカーの実況コントのねその動画をお届けしてお見せいたしますので、後でその出来栄え評価の方ご判断いただければと思います。じゃあ早速いきましょうか。五輪メンバー発表直前ラストサバイバルゲーム女子サッカー MS&AD カップ2021、日本代表のなでしこジャパン VS 南米の強豪国メキシコ、6月13日日曜日、晴天の観戦スタジアム栃木からテレビ朝日系列の全国ネットでお届けしております。実況は私笹谷と松木安郎さんをゲストにお迎えして現地から生中継でお伝えしております。試合は間もなくキックオフです。さあ始まりました。まずは日本の左サイドからの攻撃となりますが、あれちょっと待ってください松木さん、これ観客入ってる感じがしますね。ちょっと手違いでしょうか。カメラアングル的にそのような雰囲気に映ってるだけかもしれませんけれども、おーっとこれは惜しい。ボールはゴールバーを叩いて得点とはなりませんでしたが、あれちょっと待ってください松木さん、これ観客入ってる感じしますね。今ネット越しに見てるので、これはカメラアングル的にそのように映ってるだけかもしれませんけども、日本ゴール、遠藤純の右足一閃、強豪メキシコ相手に5対1、なでしこジャパンの仕上がりは順調そうでありますが、あれちょっと待ってください松木さん、これやっぱり観客入ってますよね。ちょっとこれワイドショーの玉川さんとの話と整合性なくなっちゃうんで、一旦六本木のスタジオにお返ししますということで実況笹谷のなでしこジャパン、お楽しみいただけましたでしょうか。松木さんじゃなかった、玉川さんよ、お前んとこのテレビ朝日しっかり観客入れて地上波でライブ中継してんじゃないの。だったらまずはオリンピックしのごの言う前にですよ、オタクのスポーツ担当のところに行ってきてね、観客入れて試合しちゃダメだろって言わないとさそれにこれはオリンピック前のメンバーの人選も兼ねた走行試合、練習試合みたいなものなので、つまりこれはですね、オリンピックやる気満々ってことなんでしょ。テレビ朝日もさもうあんたらテレビ朝日は盛大なダブルスタンダードをやっているんだけれども、恥ずかしくないんでしょうか。もうね、笑っちゃうよね本当にさいやー、しかしオリンピックが開催されたらこのダブスタのコントね、無限に作れちゃうんだけども、それって俺の中ではね、ある種のボーナスステージだからまあいいんだけれどもさ、オリンピック期間中のテレビのワイドショーって一体ね、あいつらね、コメンテーターだとかね、 MC の連中はどんな顔してねそれ中継するんでしょうかね。なんか今までが今までなだけにですね、玉川徹だとかね、この坂上忍だとかを筆頭にみんな市中さらし首みたいに見えそうでね、かわいそうで仕方がないんですけども、まあそれは自業自得ということで、コントが面白かったという人はですね、チャンネル登録のよろしくどうぞ。さて今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。なでしこジャパンの得点とかけまして、玉川徹炎上発言と解きます。その心はどちらもネットが揺れるでしょういやー、しかし話をね、ノーホイス菅野だとかね、上杉なんちゃらの話に戻しましてね、政治の裏話を知ってる素振りでね、公爵を打たれて眼鏡をしてスーツを着てですよ、これで本当に女にモテるのか、今日から早速チャレンジしようと思って、そして、ね、わざわざね、僕ね今スーツでやってるというね相変わらずゲス野郎な僕でございますけども、本日も面白かったやためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。